です。今回ですけども、今回の動画はね、ちょっと変わった企画をやろうかなって思ってます。今回は GU とユニクロに行って、今一番売れてる、今一番人気のアイテムを調査してこようかなって思ってます。まあ、このね、企画始める前に先に言っとくんですけど、僕は GU とユニクロ全く買わないです。正直言っちゃうと全く買わないんですけど、まあ、ユニクロはちょっと買うかな。めっちゃたまにユニクロは買うかな。タートルネックとか、そういうのはあるんですけど、じゃあどういうことかっていうと、GU とユニクロに行って、店員さんに今一番人気のアイテム、今一番売れてるアイテムは何ですかと聞いてきて、それを僕がメモしてきて、それを皆さんに報告するというか、発表するという企画になっています。なんでね、ぜひ皆さんね、GU ユニクロを買ってる人でも買ってない人でも、いろんな視点からね、楽しめる動画になっているんで、GU ユニクロ買ってる人からしたら、こういうのが今一番人気なんだねとか、そういう視点で見れると思うし、GU ユニクロ買ってない人からしたら、興味本位でね、あ、今これなんだみたいな、興味本位で見れると思うんで、そんな感じでね、ちょっと新しい企画なんですけども、ちょっとね、このオープニングもね、後撮りなんですけど、今からその GU ユニクロにね、向かってるところの映像がね、流れてくんでね、じゃあちょっとね、早速、GU ユニクロ今一番売れてるアイテム調査企画でやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、というね、今ね、ララポートをもついてるんですけども、この動画はね、こちらのね、動画をね、撮り終わった後にもう一回ね、撮影をね、2本目ララポートでしてるということで、今回ね、その GU とユニクロの今一番売れてる商品を調査していこうというね、企画なんですけども、まあ僕はね、 GU ユニクロ正直全然買わない。ぶっちゃけ僕ね、いろいろ動画でさ、 GU とユニクロのネタなんか、ちょっと印象悪くなるようなネタをちょっとやってると思うんだけど、別に嫌いっていうわけでもないし、別にどっちでもいいみたいな感じなんですけど、僕は別に買ってないっていうね、感じなんですけども、まあね、今回は GU とユニクロをね、買ってる大好きな人へのための動画であるんでね、まあ GU とユニクロね、買わない人でも興味本位で、あ、今一番売れてるのこういうアイテムなんだみたいな、そういう感じでもね、見てもらえたらなと思うんで、じゃあとりあえずね、今からララポートにある GU にね、向かってその一番売れてるアイテムを調査して、音声を撮りたいなっていうのはちょっと思ってるんですけど、まあ、音声撮ったら音声撮ったでまたね、法律とかでややこしくなったら嫌なんで、とりあえず今回は音声出していきます。だからお前音声なくて調査したの本当にみたいな、そういうことはコメントしないでください。本当に調査してるんで、そこはね、法律とかのいろいろ問題も僕も学んだんでしっかり、だから音声は無断でね、僕は取んないんで、そこら辺はちょっと皆さんね、ご理解お願いしますということで、じゃあとりあえずね、今から GU 行ってきます。はい、というね、今から GU のね、店舗で調査してきた結果発表していきたいと思うんですけども、はい、今ね、実はお風呂上がりです。もうお風呂上がって、もう髪乾かす前になんかもう YouTube 撮影してなって思って、もう撮影したいって思ったらすぐね、僕撮影しちゃうんで髪乾かしてないんですけど、今からね、じゃあ GU で店員さんにね、聞いてきたその今一番売れてるアイテムを調査してきて、その結果発表をね、していきたいと思うんで、じゃあ行きます。メモしてきてね、もうパソコンにね、こちらでもう入れてるんで、じゃあちょっとね、発表していきたいと思います。 GU は4点ぐらいね、紹介されました。なんかね、いや1つでいいですって言ったら、いや一つじゃなくていいですよみたいな、いやもうこんだけありますみたいな、うちの商品はね、人気ありますよみたいな、そういう感じで、もうなんかセールスみたいな感じされたんで、とりあえずもう全部メモってきたんで、まず1点目はこちら、ウィンドプルーフシェルパーカーということで、ちょっとこういうね、ちょっとテック系のね、アイテムですかこれは。はい、まあこういう感じのね、まあ最近こういうね、ちょっとテック系ファッションちょっと前から流行ってると思うんですけど、まあそのアイテムが人気だということで、このアイテムまずね、1点目紹介されました。こちらがね、4色展開で、ライトグレーとブラック、カーキー、ダークグリーンの、これ4色かな。まあ僕的には、まあ普通に客観的に見たら、これだったらシンプルにブラックが一番いいんじゃないかなっていうか、まあ合わせやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。値段もこちらなんで、めちゃくちゃ安いっすねと思って。まあこれが1点目ということで。じゃあ次2点目いきたいと思います。はい、次2点目こちらです。2点目は、ウォッシャブルステッチニットベストということで。なんかね、これは、さっきの1点目のその、ナイロンジャケットみたいな、やつの下に、寒い時は、これを着てくださいみたいな感じで、なんか紹介されました、セット。で、それが、これということで。で、これカラー展開が、オフホワイト、ブラック、オリーブということで、この3色展開なんですけど、これはね、綺麗めコーデというか、まあそういうね、シンプルに、なんか、大学生がよく着てそうですよね。なんか、真面目な大学生がさ、こういうニットベストにワイシャツとか、インナーで着て、なんか、スラックスみたいな感じで着てたりすると思うんですけど、まあ普通にシンプルに、王道に女子受けもいい感じだと思うんで、こういうニットベストはそういう感じでね、王道が好きな方はこういうアイテムを着てもいいんじゃないでしょうかということで、僕だったらこれもブラックかオフホワイトだね。このオリーブはね、ちょっとね、おっさんっぽくなるから、僕は黒かオフホワイト色かなって思いますね。まあおすすめは僕だったら、ね、はい、ということで、でこちらもね、値段がこちらで全然値段しないんで、ファッションこれから手出していくよというか、そういう感じの方にはね、まあこういったアイテムから手をつけていけばいいんじゃないでしょうかということで、はい、じゃあ次、3点目いきたいと思います。
はい、次、3点目ここです。3点目は、まあこれもね、王道にパーカーを紹介されますね。ダブルフェイスパーカーということで、GU のね、シンプルなパーカーです、これは。で、色展開が、水色、ホワイト、ベージュ、グレー、ブラック、紫ということで、結構色展開あるんですけど、まあこれはね、シンプルに結構持ってる人もいるんじゃないかなっていう、この GU のシンプルなパーカー。結構これは、僕はなんか TikTok とかでもなんか色々買ってるというか、シンプルに合わせたい時にこれを着てる人が結構 TikTok で見たことあるんですけど、まあこれもね、そういう感じでシンプルに合わせたい時に着てもらって、パンツを派手にするとか、まあそういう着方でもいいし、シンプルなコーデというか全身シンプルでやってもいいかなと思うから、これは別にね、もう本当になんていうの、プラスもマイナスもないというか、ほんまにシンプルに着てもらえばいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりなんか GU のパーカーってさ、毎回おすすめっていうかさ、なんかその人気というか、めちゃくちゃ人気まではいかないけど、ずーっと平均的に売れてるみたいな感じが僕はするんですけど、まあそういうね感じなのかな、これも。はい、ということで、でね、こちらもね、なんかこちらということで、まあ僕だったらこれは紫水色あたりは着ないかなと思いますね。ちょっと子供っぽいんで、紫水色あたりは着ないで、まあブラックホワイトはそうだし、ベージュでもいいし、まあそういうちょっとね、大人っぽくシンプルに着てもらえたらいいんじゃないでしょうかということで、じゃあ次、ラストね、4点目紹介していきたいと思います。はい、でね、じゃあラスト、GU のね、店員さんに聞いたおすすめアイテム4点目、こちらです。これは、デニムスーパーワイドカーゴパンツということで、デニムのね、カーゴパンツですね。はい、まあデニムのカーゴパンツはね、結構もう本当に、最近と言わず、結構前から人気で、今も人気ですよね。まあそれなんですけど。で、カラー展開が、ベージュ、グレー、普通のデニム色のブルー、ネイビーということで、多少カラー展開あるんですけど、まあカーゴパンツっていうものが、めちゃくちゃ前から流行って、まあそれのデニム生地バージョンが、最近というか、ちょっと前から出てきて、で、それで結構その、もう本当に、定番のカーゴパンツより、今、そのデニム生地のカゴパンツがそっちの方が人気なんじゃないかってぐらい結構みんな履いてるんで、いろんなブランドで出てますよね。まあなんか普通のカゴパンツより僕的にはちょっと合わせるのが難しいっていうイメージがあって、なんかデニム生地のカゴパンツ、普通のデニムよりちょっとなんて言うんだろうな、癖があるんで、普通のデニム感覚で合わせたらちょっとまあ間違っちゃうっていうポイントが僕はあると思うんで、まあちょっと難しいアイテムなんですけども、だからこういうねところから、こういう GU のアイテムから買っていってもまあいいんじゃないかなとは僕は思うんですけど、基本的にね、こういう普通のね、このデニムのブルーとかダークグレーとかそういったところから来てもらえたら、まあそこら辺は合わせやすいし、まあベージュなんかはちょっと上級者向けというか合わせるの限られてくるみたいな感じの印象は僕はあるんで、まあちょっとね、最近ね、こういうデニムのね、カーゴパンツ流行ってきてるんで、結構前から流行って今もね、ずっとね、人気なアイテムなんで、まあぜひぜひね、なんかこれもね、おすすめらしいんで買ってみてもいいかなって思いますね。これでね、こちらもね、お値段こちらということで、全然買いやすいんでね、まあそういったところもね、踏まえて人気なアイテムが今のところ、GU の店員さんに聞いたら、こちらのね、4種類のアイテムでしたということで、じゃあね、次、ユニクロにね、調査しに行ってるというか、そこのね映像がね次流れるんで、とりあえずね GU のね店員さんに聞いた人気アイテム結果発表は以上でしたということで、じゃあ次ユニクロのね映像に移りたいと思います。どうぞ。はい、というね、今ね GU の調査終わって、途中でね家でねその調査結果をね発表した映像が流れたと思うんですけど、次ユニクロ調査していきたいと思います。 GU はね何点か教えてくれたんですけど、まあ、今回ユニクロはねどういったものがおすすめなのかっていうのが見ものですね。やっぱね源氏とかいろんな人ね GU ユニクロ取り扱ってると思います。でもね、俺が店員さんとかに直で聞いてあげるから、源氏とかそいつらを見るんじゃなくて俺を見てくれ。直で聞いた方が早いから、店員さんに聞いた方が正確やから、今一番売れてるものが一番人気やから、それはもう絶対もう間違ってないから。だからね、ちょっと今からユニクロ次ね店員さんに聞いてこようかなと思うんで、ちょっとね行ってきたいと思います。はい、それ、じゃあね、ユニクロの店員さんに聞いた結果発表を入っていきたいと思うんですけども、今回ね、ユニクロの店員さんに聞いたら、2点、まあ、ある意味2点紹介されたんで、僕もね、これなんだみたいな感じで、意外でしたね。これ来るかみたいな感じだったんで、まあ、ちょっとね、早速結果発表していきたいと思うんですけども、じゃあまず、1点目です。感動ブレザーということで、ユニクロのオンラインで調べてみたら、ちょっとネイビーしかなかったんですけど、はい、この感動ブレザー、まあ、ちょっとジャケットですね。これが結構人気らしいんで、へーって思ってね。なんか、僕的には、スウェットとかさ、それこそ GU で出てきたアイテムの種類とか、が出てくるのかなって思ったら、なんか案外こういうジャケット系、スーツというかさ、そういうのがおすすめされて、これなんだみたいな感じでちょっと僕は思ったんだけど、なんか意外じゃない？みんなこれらしいですよ。で、値段はねこちらなんですけど、僕は正直 GU よりユニクロの方がおすすめですね。どっちもねぶっちゃけその買わないんですけど、僕自身はユニクロの方が好きなんですけど、こういうのもね全然シンプルにね清掃の時も着ていいし、普通にね私服としても全然着てるようなアイテムなんで、まあ全然ここら辺ねおすすめらしいんで、ぜひね皆さんも買ってみてくださいということで、じゃあ次2点目いくんですけども、まあこれがね1点目ということで、でね、ある意味2点ってね、さっき言ったじゃないですか。ということはですよ、これが1点目ということはですよ。はい、じゃあ次2点目いきたいと思います。はい、じゃあね、次、2点目、こちらです。
感動パンツセットアップ可能ということで、はい、セットアップでねおすすめされました。でね、これはねなんかねカラーがグレーってなってるんですけど、普通にその店舗では何色かセットアップでカラーがあって、まあ、ちょっとユニクロのオンラインで探したらこれしかなかったんですけど、感動パンツセットアップ可能ということで、本当にこんな感じでねセットアップで着てもらってもいいし、まあ、片方ずつね着用してもらっても全然いいと思うんで、まあ、セットアップっていうのはね本当に何通りもね着こなし方があるんで、まあ、セットアップでもいいし片方ずつねそれぞれのアイテムを使ってもいいしっていう感じでね、まあ、そういうところもメリットだと思うし、まあなんか迷ったらセットアップできればもう間違いないというか、全然そのダサくはないし、なんならセットアップって結構女子受けにいいし、こういうねジャケットのセットアップなんかもっとね女子受けするんじゃないかなとは僕は思うんで、まあ、これはこれでね全然いいかなと思いますね。で値段もねこちらということで、こういったものセットアップでワンセットは持っててもいいかなとは僕は思うんで、まあ、ぜひ皆さんもね買ってみてもいいかなと思いますね。はい、ということでね、じゃあこれがユニクロの店員さんにおすすめされた2点ということで、じゃあちょっとねユニクロの結果発表、終わりたいと思います。はい、でね今回のがね GU とユニクロの店舗に行って、実際にね店員さんに今人気のアイテムをね調査して、それをね皆さんにね報告するという動画だったんですけども、まあね僕はねそのみんながよく買ってるブランド全員のものを把握してるわけじゃないし、 GU とユニクロ俺も買ってねえよと、お前と同じで GU とユニクロ買ってねえよみたいな、そういう人もまあいるとは思うんですけども、そういう人からしたら興味本位でこういうのが今一番人気なんだとか、そういった感じで見てもらったらいいし、 GU とユニクロをね買ってる人だったらこれが一番人気なんだ、じゃあこれ買えば間違いないねみたいな感じで見てもらってもいいし、逆にね逆張りでこれが一番人気なんだったらみんなと被るから、じゃあ俺は別のものでいいものを探そうとか、そういった感じでね皆さんにいろんな視点からこの動画を見てもらえたらなと思って、ぜひね皆さんねこの結果を踏まえていろんな視点からね考えていろんな感想を待ってますということで、今回 GU とユニクロでやったんですけど、第2弾第3弾で GU ユニクロでやってもいいし、別でね GU ユニクロじゃなくていろんなお店あるじゃないですか、マニアックなところでやってもいいしみたいな感じでね僕は思ってるんで、そういうねちょっとリクエストでこのお店で調査してきてほしいというのがあれば、そういうコメントもお待ちしてますということで、じゃあね今度はね終わりたいと思います。この以上だったら今回は全力でおやす、インスタ、TikTok、Twitter も手伝っちゃおうおやす。